神聖昭府は宗教上の儀式として神聖な売春を行ったものである。その儀式を神聖売春、または神殿売春という。イナンナもしくはイシュタルは女神間の儀式を神飾りをつけて表される。チグリス川とユーフラテス川に沿った古代金闘にはバビロンのイシュタルの神殿をはじめとした多くの聖地や神殿、神の家が存在しており、ヘロドトスは歴史の中で 神殿売春の監修を伝えているが、多分に誤解を含んでいるという主張もある。古代メソポタミアの巫女は、寄進を受けた者に、神の活力を授けるために、聖光渉を行う風習があったとも言われる。ギルガメッシュ女子でも、ギルガメッシュの友エンキルの銃声を沈めるために、娼婦を派遣して、聖光章を行ったという伝説がある。また、 古代メソポタミアのイシタルや古代イギリシアのアフロディーテ、北欧神話のフレイヤーなど、多くの神話では、愛と美を司る女神や性に、奔放な姿で描かれているのも、こうした神殿娼婦の影響によるものと考えられている。古代イギリシャの歴史家ヘロドトスは古代メソポタミアにおいて、神殿売春が行われていたと、初めて言及した人物である。デウキとは、イニシエにされた契約を、 果たして宗教的な利益を得るために少女が地元のヒンズー教の寺院に捧げられるネパール西部の古い習慣である。少女は売春婦として寺院に奉仕し、それはインドのデーバダーシーの習慣と類似している。この習慣はなくなりつつあるが、少女はまだ捧げられている。ありがとうございます。